田植え前の田田植え後の田夏の水田スズメなどによる、食害を防ぐため反射テープを貼った田木の稲穂カッタと稲木にかけた稲の展示つぼし買った、完了後の田干渉を前提に作られたタイラン、マーザンダラーン州の田太陽国チェンマイ県の田、イタリアロンバルディア州の田、アメリカカウワイ島のタロイモデンデンは、穀物を栽培するために区画された農地を言う。田んぼ、水田とも言う。 中国では、紀元前4000から3000年新石器時代の馬や、浜文化地域で水田跡が発掘されている。有事のために貯蔵されたり、死者の埋葬時に共に埋められたりした、新石器時代から川付きの米が発掘されている。中国以外における水田での工作は、日本では、弥生時代に、フィリピンでは、戦死時代に、ベトナムでは新石器時代に、朝鮮半島では、 無門器時代中期に始まったとされている。説問開示に国をきうるおたというとあり、漢字圏で綿を穀物を栽培するために区画された農地の語義で使用することが一般的である。現代中国語においても、電話区画された農地一般を指し、水田に限らず日本語における畑も含まれる。畑は日本の国字であり、同様の農地を 中国の普通話では、電磁という。日本で、単に、電、水田というと、特に淡水して、稲を栽培するため水平に整備された稲田を指す、ことが多いが、水田形式の補助で栽培される作物は、稲だけではなかった。穀物では、冷えは、畑と並んで、水田でも、盛んに栽培され、特に稲の栽培に適さない冷水しか供給されない。 水田では重要な作物であった。また、レン、クワイ、タイモといった栄養生殖によって増殖される芋類、根菜類も重要な水田作物であり、アジア大陸における稲作の起源を、こうした芋栽培の水田から派生したものと見る仮説もある。また、山間部のわさび田では、水路や沢の水を利用して、水わさびが栽培される。 地域によっては、菱や空心菜が水田で栽培される。稲田は、日本、朝鮮から、超交流域、東南アジアを経て、元日水系に至る稲作栽培を、農耕の中心に据えるモンスーンアジアを中心に、見られる。弥生時代前期の小区画水田以降の例、中西遺跡2019年11月発掘調査時、大景判の区画内において、感染小景判。 四川省警犯で水田群が区画される。同情。一つの水田は感染症警犯、四川省警犯で区画される。水田内には当時の足跡も認められる。田は日本では特に稲田を指すことが多いが、当初は他のそれが次第に稲田に限定して使用されるようになり、そのため穀物などの農地一般を表す畑という漢字が作られた。 土地の陶器事項の地目において、電は農耕地で溶水を利用して工作する土地、畑は農耕地で溶水を利用しないで工作する土地と区別されている。日本の土質は火山灰の影響や降水量が多いことによって酸性が強い。土壌の鉱物成分から植物にとって細胞毒性のあるアルミニウムイオンが溶出しやすく、加えて 火山灰期限の粘土鉱物アロフェンが途中のリン酸を不可逆的に吸着して不要化するので、畑作濃厚には不適な面がある。それに引き換え、水田という形態は産地から流出した栄養塩類や摂取した肥料など水に溶けた養分を蓄えることから日本の状況に適合している。また、日本の歴史時代を通じて、米は特に宗教的儀礼に用いられ、 効能においても重視されたため、広域流通における通貨的な役割を果たすようになっていった。このため、中国大陸に見られる泡や木々といった雑穀栽培や冬作の麦などの米以外の穀物栽培も食料生産上は重要であり、実際に稲作農業を保管する重要な役割を果たしていたものの、稲作水田は別格で重視されることとなり、 それに伴い、電も稲作水田を意味するようになったと推測されている。水田の最初の発見例は、1943年のトロ遺跡の調査で確認された。また、1977年の群馬県高崎市の日高遺跡の調査では、水路、あぜ、人間の足跡等が発掘された。日本の稲作開始期である、弥生時代から古墳時代にかけての水田形態は、 長さ2.3メートルのあぜに囲まれ、一面の面積が最小5平方メートル程度の小区画水田と呼ばれるものが主流で、それらが数百数千の単位で集合して数万平方メートルの水田地帯を形成するものだった。世界的に水田稲作が行われているのはほとんどが熱帯、温帯地域である。日本では寒冷地での稲作を可能にするための多くの 技術開発が行われ、北海道や本州の高原地帯にも水田が開かれた。北海道では寒冷地の植物である白樺林の間に水田が広がる風景を見ることができるが、これは世界的には得意な景観であると言える。日本最北の水田は道北の延別町にある水を張っている田を水田という、山地で階段状になっている田を棚田という、 農耕をやめている田を休耕田という。何らかの理由で一時的に稲以外の作物を育てている田を添削田また特殊な用途のために工作されている田もあり、例えば神社の宝城祭などに備えるための稲を育てている田、などもある。神田といい、江戸時代より前は年貢などの所税が免除されたため、税から逃れる目的で百姓が神社枝を寄進し、 各地に神田が設定された。東京に古くからある地名の神田はこれに由来するとされる。苗上前の水を張った田を抱いた、苗上を終えた田を白見てという。稲以外の穀物を作る畑を水のない田ということで陸田と呼ぶこともあるが、基本的には元は畑であったが、現在は京阪を作り水をたたえるようにしてある土地を指す。 水田は、あぜで囲まれた面であり、隣の他との境に設けるものは、あぜや景半、水路との境に設けるものは、溝半と呼ばれることがある。あぜに求められる基本機能は、高低差の確保と水密性である。水田の土は、表面から100ミリメートルから200ミリメートル程度の部分を、高度や標度、地域によっては、作りと呼び、 その下に広がる部分は基板度と呼ぶ。高度は作物を育てるための栄養価や、作物が根を張り自立するためのある程度の粘土等が最低限必要である。あは、表土で作られることが多い。基板度は他の基板となるもので、水密性があり軟弱でないことが求められるが、地域や地形によっては、歴や砂、 汁とあるいは軟弱な腐食度や岩水率の高い粘土であることがあり、その場合の工作は困難を極めるため、水密性を確保するために強土と基板度を混ぜ合わせた層を作ったり、軟弱な土に対しては暗渠を設けて脱水したり、ベントナイトなどを用いて改良したり、角度して良好な土と入れ替えたりすることがある。考えのため、川、 用水路あるいは溜池などから水を取り入れるための取水口と水を排出するための排水口があり、効率を上げるためにそれぞれが離れた位置にあるのが普通である。流量を調整するための板なり弁が設けられ、水位を調整することができるようになっている。温度管理のためにかけ流しを行ったり、溜めておいたりする用途に用いられる。山間部の湯水や沢水で工作する場合、 水温が低すぎるのを解消するために、水田内に小さなアゼを、蓄立して、水路とし、水温を上昇させてから、工作エリアに引き込む工夫がされる場合がある。農業機械が出入りするための侵入路が設けられている場合があり、コンバインやトラクターがスムーズに出入りできるようになっている。重機械が入る場合は、 深いところまで耕すと機械が沈むので、一定の深さまでしか耕さないことがある。平地で大きな面積を確保できる場合も、一定の面積で区切ることが管理上有効であり、面積の単位としての半が田んぼの一枚であることが多かったが、農業機械の普及やその大型化によって、作業効率を向上させるために、あるいは管理の手間を少なくするために、 補助整備が行われる場合では、3000平方メートルから1万平方メートルの区画とするのが主流である。条件によっては3万平方メートルを超えるものも存在する。ただし水田では水を均一に行き渡らせかつ、排水する必要があるため、大きな区画では高度な工作技術が必要となる。稲を植えることを田植えという。かつては田に長い糸を張り、糸に沿って手で、 稲の苗を一本ずつ植えていた。非常に重労働であるため、江戸時代には近隣の者を雇って田植えを行うことが盛んだった。第二次世界大戦後は田植え機が普及し、田植え作業はほぼ機械化された。ただし、他のグーブや小さい田などの機械で田植えできない箇所は、未だに人力で田植えが行われている。 不動産としての土地の地目としては、電であることが多く、日本では取引に際して農業委員会の許可が必要な場合があり、買い受けるには一定の資格が必要である。宅地など多用途への転用については、農地法での転用の手続きが必要であり、急校電を勝手に埋め立てて、多用途転用してはならない。日本では減反政策や宅地化により、水田の面積は、 減少傾向にある。農地に占める水田の割合を水田率と言い,い、日本全体では約54%である。都道府県別では、富山県が約96%と最も高い。現存する日本最古の文字は、三重県嬉野町海暗い石で出土した2世紀末の土器に牧書されていた源であるとされている。日本では他がある地域、他があった地域には、 地名に、伝がついていることが多く、またその呼び名からはその場所の地形や、開墾の歴史などが容易に推察されるものが少なく、ない。同様に、日本人の姓に、伝がついているものが多く、名字に使われる漢字としては最も人口が多い。また、男という字は、説問開字によると、他と力から成り立っており、男は力を他に用いるからだとされているからなっており、力は、 来が変形したものである。甲骨文の時代、男は農地の管理者を意味していた。日本においては生産の基盤が水田であったことから、物を生み出すもとを田ということがある。代表的なものに、氷田、油田、塩田等がある。塩田の場合、広く水たまりを作るのが水田に似ている点もある。他が発祥した中国では、他の神の祭事が行われていたが、 早い時期に失われ、今に伝わっていない。日本では、弥生時代に農耕が伝わった時、農耕収穫あるいは田に対する信仰が生まれたと、されている。各地の神社で取り行われる秋の霊祭は、宝の収穫を祀る名残であろうと考えられる。平安時代中期には、田植えの前に豊作を祈る、田遊びから、田楽という芸能が起こり、その後、 猿楽や能楽などの諸芸能へと発展していった。他からもたらされる宝作を祈願する神社としては、愛知県小牧市の他県神社が、その法年祭という記載で知られている。法上宝作を祈願する他の神は、国内では地方ごとに、様々な呼び名と祭り方がある。農人と呼んだり、山の神、土地の神、あるいは水神様と、同一視する場合もある。 農作業を行うと病気になる、災害が起きるなどの凶事が起きるとされる他を山井田と呼び、日本各地にそうした他の伝承がある。山井田では災いを沈めるために石碑を建てたり、寺の住職による土俵などで供養が行われている。ネパールの千枚田、治水効果が高い。水田耕作は日本各地の主要な農地の形態であり、多くの地域で大きな面積を占めていた。 春から夏にかけての雨の多い時期に、これだけの広さの水たまりを持っていたことになる。雨は直接に川に流れ込む前に水田を通過することで大量集中することを免れ、治水効果は大きいものと言われる。また、水田は多様な生物の生息環境であった。浅くて、不栄養な生産力の高い水域が広がっていたことで、カエル、土壌、 タニシなどの生息個体数は莫大なものであった。それがコウノトリ、トキ、タンチョウなどの鳥類やタガメのような大型肉食昆虫の生息を維持する基盤となっていた。それ以外にも水田は小型動物が多数生息し、その中には水田にのみ見られるような種も多かった。例えば、ホネンエビやカブトエビがそれで、これらは陶器には、 水がなくなるという特殊な水域である水田で、その期間を耐久乱で過ごすことで、それに適応したものである。また、同地域の他の水域、例えば川や湿地や池では見られない水草が、水田には多数生息しており、水田雑草と呼ばれる。水田にはそれらを合わせた独特の生物群集があった。水田土壌中の微生物も、 土壌の有機物の流れに深く関わり、これらが水田という生産システムそのものの一、側面ですらある。しかし、第二次世界大戦後の様々な変化の中で、水田の環境は劇的に変わった。コウノトリや時は絶滅。メダカやタガメ、ゲンゴロウ、ガムシ、タニシは見ることができない地域が増え、水田雑草の中からも何種もが、 絶滅危惧種に指定されるありさまである。ありがとうございます。